はい。それでは、定義に基づいた行列式の計算をまとめておきましょう。PNIJC を IJ 成分が C の基本行列。QNIC を II 成分が C、0でない C である基本行列。RNIJ を IJJ 成分がそれぞれ1で IIJJ 成分が0となる基本行列。としておきます。そうすると、PNIJC によって、 列変形を引き起こすと、起こした行列の行列式は元の行列式と変わらないということですね。はい。これは多重線形性と対価性を使って得られるのでした。それから、ある列を C 倍すると、線形性からそのまま C 倍になりますので、ちょっとここ、縦棒が抜けていますけれども、C 倍になると。こちらも縦棒抜けてますが、 そして、えー、入れ替えると、符号が反対、反対になる、マイナスになると。これは交代性ですね。で、また、あ三角行列はあ、例えばこの場合だと、00an っていうのがあると、an を前に出して001になりますから、それを使って、えー、この1を使って、この n 行目を吐き出すと全部0になって、ということを繰り返していくと、 結局対角成分が全部出てくるの積になるということですね。はい。まあこれをちょっと具体的に計算してみるとこんな感じになります。最初の5を外に前に出して001この1を使って3行目を吐き出すとこうなりますと。で030の3を前に出して3倍で010でこの1を使って2行目を吐き出すと200。 この2を前に出して、えー、ここは単位行列が残りますから、235。この235はこの対角成分の235であるということになるので、三角行列の行列式は235ということになるわけです。